2024オートバックススーパー GT ラウンド2富士 GT3 アワーズレース、今グリーンがつきました。エースがスタートになりました。綺麗なスタートを切っていった GT500、 まずはカーナンバー17番のアステモシビックタイプ R GT、 カーナンバー17番が今1コーナー、しかしアウトサイドから3号車が並んでくる、アウトサイドから3号車が並んでくる。そして GT300 クラスも今アクセルオンとともにシグナルグリーンを持ってレースがスタートしました。3時間先のチェッカーへ向けまして GT500 そして GT300 ともにスタートを切っていくことになります。さあ、そして今2位争いだ。2位争いが DGR コーナー1コーナーでオーバーテイクが完了するか、千代勝正、しかし塚越光大も粘っているが、粘っているが前に出たのは23か、23か、まだ粘りそうだが前に出た。これで日産 Z ワンツー体制になります。おお、そして23号車のロニー・クインタリリを捉えている。カーナンバー17番のアステモが23番の前に出ました。3号車はかなり有利な展開に持ち込んできています。3号車は有利な展開に持ち込んできている。さあ、そして今8号車だ。 ARTA23 を捉えたか。8号車の ARTA が23を捉えました。野尻智樹がロニークイーンタレリを1コーナーで捉えた。3番手表彰台圏内に ARTA が上がってきました。見事にオーバーテイク外側からでした。 GT3 おっとロニークイーンタレリとちょっと当たっている。さあ、23号車今ピットに入ります。23号車 GT500 ピットに入ります。2回目サイドバイサイド持っていった100と16シビックタイプ R 同士1コーナー勝負だ。どうだ、ここは牧野が上手か。絶対佐藤蓮は飛び込んでくるというのを見越しているかのようなプレッシャーの与え方。ここは1枚牧野の方が上手だった。100号車が前に出ます。さあ、ここまで表彰台圏内まで上がってきていました8号車、そしてカーナンバー36番の au も今ピットアウト。現在は日産の Z3 号車がトップ、2番手23号車の Z ということで、日産 ZGT500 が現在ワンツー体制を形成しています。3番手には8番の ARTA 無限シビックタイプ RGT、 4番手には17番のアステモシビックタイプ R、 5番手には36番の AU トムス GR スープラ。さあ、立ち上がりで並んでくるぞ。どうだ、入ってくるか。いや、ここは松下信春が抑え込む。最終コーナーに切り替えたか。そして太田入った、なんと GR スープラコーナー、しかしクロスラインだ、クロスラインだ。そして最終コーナー、今度はインは太田だ、インは太田、アウトから松下信春。そしてまた並びました、お客様また並んでますよ。いやー、松下がまたインに飛び込んでくる。8号車が3番手、どーっとアドバンコーナーでインに飛び込んできました、アステモ。いやー、何か飛び込みからすると鳥肌の立つ飛び込みをしてきました、太田角之進。 GT500 も GT300 もともにトップ争いはありません。トップは独走状態。さあ、カメラで捉えているのは23号車、2番手を行きますモチュールオーテック Z。 さあ、そして ARTA とアステモ、まだ終わってないか。野尻智樹選手はハートに闘魂注入みたいなこうグーパンチをしてましたけれども、あー、松下おかしい、松下スローダウンだ。8号車スローダウン、3番手表彰台圏内から脱落だ。そして3番手にはアステモ、ピットからありますか。はい、8号車どうやらミッショントラブルのようですね。うわ、以上です。なんと日産の Z がワンツーフィニッシュということになります。最終コーナー立ち上がってきた GT の300のマシンをかき分けながら三宅敦史パッシングを浴びせてカーナンバー3番、今優勝のチェッカーを受けました。カーナンバー3番ニテラモチュール Z 高星光則、三宅敦史が勝利しました。ぶっちぎりの勝利です。